琉球ドラマナイト閑古鳥の泣く夜。今夜も始まりました閑古鳥の泣く夜、役者の神崎英俊と作家の小原武史でお送りします。小原さん、本日はですね、はい、触ると触るものというはいテーマでですね。よくあるじゃないですか。この石溶けちゃダメよとか、この木は切ったら災いがあるって、はいはいはい、たまにこの道路沿いにね、不自然にポツンとあったりとか、ありますね。避けたように道が作られてますみたいな。要するに壊せないものですよね。ちょっと詳しくは言えないんですけど、はいはいはい。ヘド岬に行く途中というか、北部にね、うん。海岸線の道があって、はい。一本だけ木が立ってるところがあるんですよ。うん、ガードレールがあって何もないんですけど、うんうんうん、途中に一本だけ木がヒュッて、木魔王って木かな、あれはね。確か。ほう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 、あれなんでかなっていう、気になりません、なんか。いや、気になりません。突然ポツンとあるし、はい、ね、なかなか突っ込みがいじゃない。調べようもないしね、ああいうのって。そうなんですよ。書いてるわけだから。で、ちょっと僕が聞いた話は、うん、あれは、触ってはいけない木。ああ、そう。というね。まあ、何本かあるんですよ。県内にはそういう木がね。はいはい。で、まあ、昔、野呂さんがいた時代。うん。野呂さんっていうのは、まあ、当時結婚できなかったわけですよ。うん、うん。で、まあ、女性ですから、はい。男子と恋仲になることもあるわけですよね。うんうんうん、うん。で、とある上司の、まあ、アジさん。うん、今でいう村長さんとか市長さんみたいな役柄ですけど、はい、その人と恋仲になって、でも結婚できないから、二、うんうん、人でそこでこう、自害してしまった。あ、で、それ以来その気を何かしようとすると、うん、そこで首を吊られたりとか、恐ろしい出来事があるので、みんな触らない。触れない。ないものとしてこう、見てるみたいな話を聞いたことはありますね。もう供養もしないんですね。できない。できない。うん、まあ、念が強すぎるのかな。なんか実際あったんですかね、こう切ろうとしたらなんか、災いがあったとか。そういう木あるんですよ、実は。ああ、そう。これもね、場所はあんまり言えないですけど、うん、とりあえずご神木が昔あったんですけど、うんうんうん、世の中にそのバイパス工事というのがあるんですね、沖縄には。ああ、はいはい。村と村をつなぐ道路を新しく作ると、うん。どうしてもその木を切らないといけないと。うんうん、で、切ったんですけど、うん、チェーンソーが壊れて、うん、切れなかったと。そうでした。で、みんなでその村うがみやってすいません。どうしても切らないといけないんですって言うと、やっと切れたとかね。うーん、あと、まあ、すごい県内でこれもう実名出しますけど、有名な話は大神島。おー、はい、はい。あそこに一周道路を作ろうというね、はいはい、話があって、はいはい、まあ、神様の島ですよ、うん。で、その一周道路を作ろうとしたんですけど、うん、一周道路を完結させるには、うん、神岩っていう神様の岩があったんですね。うん、でそれを壊そうと、ドリルみたいなのでこう、ガガガガってやった瞬間に、ドリルの先端がポキッと折れて、うん、それが現場監督さんの頭に、当たって亡くなられたっていうね。いやー、で、それが元で、はいはいはい、今も一周道路止まってます。お、でもそこだけ大神島に行くと、そう、はっきりわかりますね。まあ、一周できないんですね。できないんですよ。だからそういうね、触れてはいけない場所ってのはやっぱり沖縄にはいろいろ、まあ、要するに禁忌の場所とか言いますけどね。未知とかね。はい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 。まあ、神様周りのものは触れてはいけないという、そういう伝承が残ってますね。うん、神様ものと、まあ、さっきみたいに首くくり、はい、みたいなんて、やっぱちょっと違うんですかね。うん、同じ触れたわってはいけないものとしても、また別なのかなと思ったりもします、ね。別でしょうね。前者はやっぱり怨念とか。はいはいはい、そういうものだろうし、うん、後者はやっぱり神聖なものを汚すと祟られるというね。死んでますか？死んでないのか？神様ですからね。ああ、そうですね。まあ、そういう意味合いが強いんでしょうけども。はいはいはい、まあ、本当に触らぬ神に祟りなだと思います。まあまあ、皆さん、むやみに、はい、石をどけたり、木を切ったりしないように。そうですね。そうですね。うん、今夜のお相手は神崎英俊と小原武史でお送りしました。あれですよ、石は、うん、沖縄ではやっぱり、神様が宿るんですよ。神様とか魂が。
ああ、まあまあ、内地でもご神体になってる石ってありますもんね。石がご神体の神社って結構あったりしますからね。あの、僕の聞いた話で一番気色悪かったのが、うん、糸満の集落でね、まあ実家がある方がいて、はいはい、あの、昔の家って石垣を積んで、こうね、塀にするじゃないですか。はいはい。で、糸満のその集落の家も石垣積んでたんですけど、うん、まあ建て替えることになって、うん、あの、木造の家を壊してね。うんうん、石垣の石って結構大きくて、はい、使い勝手がいいから、うん、業者さんに、じゃあこの石全部持ってきて、うん、あの、那覇に新しい家作るから、うん、あの、そこのちょっと外側に、石垣作りたいから、うん、全部運んでって言って、言ったんですよ。はい、ところがね、その石を全部那覇の、ところに運んで、うん、業者さんに積んでもらおうとしたら、うん、何回積んでも崩れるんですよ。綺麗に積んで、漆喰で固めてるのに、モルタルとかで。全部壊れるんですよね。で、それをやってた左官屋さん、うん、熱出して、仕事来れなくなっても。で、あの石を、うん、どっから来たのかっていうのを、うん、ある日、うん、おばあちゃんに聞いたんですって。はいはい、あれは、その集落の宴を、作ってた石と、お墓を、口を塞いでた石を、あの、改築した時に譲ってもらって、それで建てたんやと。多分、この集落から持ち出したらダメな石ですよ、って。そんな後で言われてもで、しょうがないから全部その石また回収して、その集落の空き地に置いたんだけど、そしたら今度空き地の、空き地だったんだけど、やっぱ所有者がいるわけですよ。はいはい。怒って、うん。勝手に石置くなと。ああ、そっちで怒ったんですね。うん、で、結局その、地元の、うん、まあ、実家を建てるときに、うん、はいはい、まあ、玄関に埋めているらしいですけどね。飛び石みたいにして、綺麗にして。おー、まあ、それは大丈夫なんですね。だから集落からは持ち出せないんで。ああ、そういうことか。集落持ち出せないからね。そういう話いっぱいあるんですよね、沖縄はね。まあまあ、石、木、そうね。やっぱ、やおよろずの神じゃないですけど、沖縄もどっちかというと自然信仰ですか？そうです、そうです、そうです。アミニズム的なところ、ね。アニミズム的ですよね。なるね。歌木っていうのは、僕らはその場所だと、その一点だと思ってますけど、場所ですから、あの、そのあたりの森とか、うん、あの、林が神聖な場所なんですよね、はいはいはい。なるほどね。その場所のものはあまり触らない方がいいですぞと。そうそうそう。そう、ね、よく聞くのがね、例えば神様の島、久高島みたいな島に行って、あの、小石とかサンゴのかけらを持って帰ると、ああ、言われますね。あの、うん、次の日に、誰もいない2階でどんちゃん騒ぎが始まったとかね。あ、そうなんですか。そういう人の話聞いたことありますよ。まあなんかちょっと流木とか持ち帰りたくなりますけどね。あそこ結構綺麗なんで。流木もダメなんですよね。流木は海で死んだ人の魂が乗り移ってるから、あ、沖縄の人は嫌うんですよ。前そんな話ありましたよね。流木持って帰ってっつってね。アクアリウムとかいうの今流行ってるんですよね。はい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 、はい。でもあんまり、こっちの人は持って帰らないですね。まあそうですね。物につくというのは沖縄の、まあ、信仰の一つですよね。神様の石がビジュルと呼ばれて、それが神様のよりしろになっている場所っていっぱいあるので、そのビジュルを持ってたらダメですよね、やっぱりね。あの、波の上神社とかどうなんですか？僕、あそこいつ、なんか、なんていうかな、海側からというか道路沿いあるじゃないですか。あの道路が見てすごいとこに立ってんなと思う。そうなんですよね。あそこね、今はないと思うんですけど、実はご神体は岩なんですよね、もともと。説明読んでると。はいはい。で、海から、あの、軽石みたいなのが、大きい岩がこう流れてきて、はいはいはい。で、あの、それが喋ると。うん。で、ご神体として祀られたっていうのが、いくつかそういう話がありますね。あの、岩が喋る。そうなんですよ。まあ、そういう流れで言うと、やっぱり、うん、沖縄って海に囲まれてますから、はいはいはい、なんかね、軽石信仰みたいな、軽
軽石よくね、海の上を岩が流れてくるとか。おー、今めっちゃ来てますけど、軽石。そうなんだ。大丈夫ですか？大きい軽石なのかな。軽石進行って面白いですね。ねえ。ところで今なんか指さしましたけど、何があったんですか？右側の、ロウソク立てが、はい。ロウソクと六角が、倒れるんじゃないかぐらい、めちゃめちゃ揺れたんですよ。へ、え、ぇ、ー、あ、あ、あ、そう、なんか今俺、波の上の話でこれされたから話すんなってことなんかな。かもしれない。おっと。え、かずきさん見た？いや、こっちは見た。ああ。ピーは見ちゃったけど、そう。右だけロウソク揺れた。ええー。もうでもカメラ撮ってるのね。ほら。あ、揺れてる。本当に、もう、あ、でも今、先ちょっとグラグラってきてた、ね。うん。うん。へえー。なんか炎かな。言うてんのかな。後でね、皆さんちょっと録画を見直してください。そう。かなりこんなさ、今日ね、よく音鳴るんですよ、このスタジオ。ね。僕来た時にトイレに入ったんですけど、うん、後ろでドアが閉まるキーッと音がしたんですよ。で、プロデューサーと神崎さんがいたから、どっちかが入ってきたんやと思って、ふって後ろ向いたら閉まってるんですよね。外出たら、女子トイレも誰も入ってないし、誰も来てないと。よくあるんですよ、こういうことが。この音最近よくするんですよね。前々回ぐらいから結構キー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 のって、うん。そう。一回ちょっと定点カメラ仕掛けて。そうっすよね。うん。やりたいですよね、調べて。いろんなところに仕掛けを作って。うん、ねえ。見たいですけどね。一回ちょっとなんか霊能者の方呼んできて、ここに何がいるのかっていうのをね。検証してもらおう。うん。それもいいですね。ちょっと時間が来ましたね。はいはい。じゃあまた皆さんぜひ検証してみてくださいね。はい、揺れろうそくですね。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。